基礎計算、間違いやすいカッコ付きの四則計算、おまけ問題付きです。では始めましょう。次の計算をしてください。解説をします。本来は括弧内を先に計算しますが、上のように引き算から計算して誤答するケースがあるようです。正しくは割り算から先にしますが、割り切れないため分数にして、括弧内を通分してもいいですが、分解法則で括弧を外した方が楽であり、さらに計算すると26が正解となります。おまけ問題です。図のように長方形を2つ並べた図形があります。赤い太線部分の長さの合計が23センチであるとき、この図形の面積を求めてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。